ソリス駅はフィリピン国鉄北方本線の駅。ガバナーパスカルフティ間館のシャトルサービスで利用されている。多くのフィリピン国鉄の駅と同じく地上駅で、現在の駅はマニラ首都圏トンドのソリス通りに面している1997年に北方本線の運行が放棄された後、北方本線は利用されていなかったが2009年に、 北方本線の再生計画が持ち上がった際に、駅舎が再建された。しかしこの計画は途中で中止となったため、その後実際の駅運用は行われずにいた。2010年代後半に入ると再度北方本線と南方本線の再建計画が立てられ、将来的な鉄道路線の回復に向けた事前の運用が行われ始め、この駅も利用されることになった。 当初の再建計画から10年利用されていなかったため、駅は風化し、ゲート柵は破損しており、西側の柵はおそらく盗難によって失われてしまっており、再開するまで電気も流れていなかった。その後駅舎の修復を行い、2018年8月1日に、カローカンデラロサカンデ列車のシャトル利用が行われ、はじめ、この駅も利用されている。ソリス、C-3 アシスティオなどの駅は、旧、マニラ、ダグパン館、後のマニラサンフェルナンド間をつないでいた、北方本線の路線の上に存在する。レックスセグメント10.1の建設前、北方線運休中は、レールスケーターやリークシャーがこの路線に沿って走り、代替交通手段となっていた。これは、カロー車庫に行く、唯一の手段であった。今後、 南北の国鉄路線を復旧する上で、当初はクラーク経済特別区やスービック経済特別区への輸送サービスを提供する活性化した北方本線として復元され、最終的に元の目的地に向かう鉄道として再生する案もある。ありがとうございます。